裏、安藤です。安藤のドリブル、そしてフィジカルの強さが持ち味、持ち込んでいく、決めた。そういうことができるんですけど、いいボールが出た。安藤瑞希、安藤さあ、いけるか。安藤です。安藤が抜けた。キーパーと1対1。さあ、安藤をかわして長く飛んだら4点目。そこのメリハリだと、はい、安藤瑞希、裏を取る。フラッグ上がらない。決定機、安藤瑞希かわした。もう一度かわしてシュートだ。追加点。投入されました。安藤、立ち位置を取らないといけなくなってきたので、そして変わった黒石から中へ、安藤だ、はい、判定してシュートは決まった。